はい、どうもキャプテンです。今日はですね、ここ分かりますかね、あの低酸素ルームに来ております。はい、ここね、キャプテンがあの作ったトレーニングジムで、あのもう皆さんオープンしてるんで、あのよかったらあの走りに来てください。でここでね、あの今日はポイント練習やります。最近ね、暑くなってきて、日差しもきつくなって、で、ね、こういう環境でね、追い込むこともできるっていうのもまたね、ランニングの、アプローチの一つで楽しい部分ですよね。でね、ここ密閉された空間にいて、今ですね、酸素濃度が見えますかね、はい、14.3% あります。はい、これがですね、あの標高でいうとね、約 3000m 付近の酸素の量と同じっていうところです。はい、でね、本当ね、まあ、来てみたらね、分かるんですけど、酸素がね、本当薄いっていうのをね、ちょっと運動するとね、すごく感じます。はい、はい、今ね、何もしてない、ちょっと運動、ちょっと軽くジョグしただけでも、はい、もうここにいるだけでも、血中酸素濃度がね、90とかなっちゃうんでね、だいぶ酸素が薄いってことが分かったんじゃないかなと思います。はい、ここでね、あのレペティションをやろうかなと思います。あの繰り返すっていう意味で、まあマックスよりもね、ちょっと落としたところで、数十秒間走って、で結構休憩して、それをもう繰り返すっていう練習をします。なんかね、最近ねニュースになりましたね、あの短い、40秒間の最大運動を続けると、もうなんだっけ、ランニング30分間とほぼ同等な、有酸素運動の刺激になるっていうのがあったんでね、あ、やっぱキャプテンの体感的にもね、まあ合ってたのかなっていう気がします。本当ね、レペティションはね、効果あるけどね、きつい。結構ここでインターバルとかレペティションとかやったんだけど、あー、きついね、やっぱり。はい、まあ、なんだけどその分効果はあるなと、あの身をもって感じておりますので、はい、今日はレペティションやります。はい、あの今ね、自走式トレッドミル、こんな感じでもう自分のね、力でベルトを回して進むっていうものに乗っておりまして、で前には、モニターがあります。でここにあのキャプテンが動画を作ったんで、動画をね流しながら、もう集中して練習やろうかなと思っております。はい、こんな環境です。はい、でここには時速が出ます。でね、ここ、はい、今キャプテン予約取ったんで、こういうの酸素濃度とかね、標高とか出るんで、ね、はい、すごい分かりやすいですよね。このね、酸素濃度計もね、キャプテンが作りました。酸素濃度計に、気温、湿度、あとね、気圧まで分かります。はい、あれ、気圧がね、同じっていうのが分かりますよね。標高が高いところだとね、どうしても気圧が下がって、まあ、それに伴って酸素の量が減るっていうところで酸素が薄くなるっていう表現なんですけど、はい、人工的な空間だとね、あの気圧はそのままで、酸素の量だけを減らして低酸素空間を作るっていうことですね。はい、じゃあちょっとやってみますか。はい、無酸素能力とスピード、ランニングエコノミーの向上ですね。ちょ、40秒走って、で2分30秒、でだいたい時速はね19キロぐらいを目安にしていきます。3、2、1、ゴー。はい、始まりました。今日はね、ちょっとあのキャプテンが作った低酸素トレーニングジムでね、レペティションをやっております。はい、今ね、あの画面の方に出てるんですけど、まあ、酸素濃度が 14.56% になって、ちょっと、ね、計算で出したんでね、これ正確ではないかもしれないですけど、まあ、今 3000m 付近の、まあ、酸素量ですね、で練習やっています。で、ね、最近ちょっとね、ここでレペティションとかいろいろジョグとかをしたりしております。はい、結構ねこれがねきついんですよ。はい、レペティションはね、本当にね、あの市民ランナーにおすすめできる練習かなと思います。でね、トレッドミルもね、自走式で、はい、終わりました。意外とね、40秒って短いように見えてね、走ってみたら長いんですよね。はい、で心拍はね、107から始まってね、一気に149まで上がりました。はい、こんな感じで、前から風を受け、サーキュレーションから風を受け、エアコンもね、完備されています。はい、で、40秒で間2分。で残り20秒ぐらいになったら軽くジョグを始めて一気にゴーって感じですね。だいたいね、時速19キロ、20キロ付近をターゲットにしてやっております。さあ2本目、一応ね12本やります。さあ始まりました。本当ね、初めはね、スピードをちょっと出すのがね、あの自走式なんで難しいんですけど、
自分でね電動だとポチポチボタンを押さないといけないんで、面倒くさいことがないので、ね、自走式はすごいですね。でもねやっぱね実走界に近いって言ってもやっぱね外走るのとはね感覚は違います。これで自分のフォームを見てみるとなんかイメージと違うよ、ね、なんか左手時計つけてる方で全然動いてない。これは何だろう、トラックを走るからとかそういうの関係あるのかな。で心拍もね一気に上がってきました。今度は124で158ですね。ちょっときつさが来たかな。喋りたいんだけど喋ったらマジでやばいんですよ。ほんとね一呼吸一呼吸でちゃんと酸素をね体に取り込まないとほんとやばいことになる。で今ね酸素マシンは止まってるんですよ。なんでこれ以上酸素は2本下がってはないんですけど、こうやってね自分がね酸素をね消費していってね、どんどんねその部屋の中ね酸素濃度が減っていくんだよね。これね標高上がってますよね、はい、3本目、はい。行きますよ、はい、ちょっとキャプテンがね低酸素トレーニングジム作ったんで興味ある方一回体験に来てください。本当ねこれ効きますよ。しゃ本当ね低酸素に体をさらすだけでももう体に刺激が入って変化がどんどん生まれていって、まあジョグしてもいいしこんな感じで、ね、レペティションをやるのもすごいおすすめです。キャプテン的にはねレペティションがすごいおすすめ。やっぱ速い動きねもっと取り入れるべきだなっていうのがあります、市民ランナーの方は特に。でもね、外ねトレーニングするのもね、思いっきり走るのもちょっとね、足腰怖いんで、こんな感じで自走式のトラックで、ほんとね、足これ優しいんで、ね、走ってみてもらえると嬉しいです。あとはね、一緒に練習やりましょう、はい、というところで、ね、フォームとかもね、キャプテン撮影するんで、ね、こういうのがね、室内トレーニングのメリット。こんな感じで、ね、動画もね、見ながらできます。まだ3本目、だんだんときつさがなくなってきたね。あ、きつさがね、増えてきましたね。心拍もね、162まで、ね、上がってきました。ほんとね、これちょっとでもね、息止めるとね、もうってなる。酸素が足りないっていうのは、はい、まだキャプテンちょっと太いね。いや本当ね、きついね。ちょっとこれジョグするの忘れてますね、はい、次4本目です。酸素濃度もね、どん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 減っていきます。じゃあこれね、ゴー、はい、125。やっぱちょっと初めね、間ジョグしないとこんな心拍が下がりっていった状態です、はい、初めはちょっとスピード出てたんですよ。で20キロはね、キープがきつい。初めはなんか19キロをずっとキープしてたんだけど、だんだんとねスピードを上げれるようになってきました。でこうスピードが出てるんだけど、やっぱね実際のねスピードとは違うなっていうのがあります。やっぱトレッドミルなんでちょっと抵抗があります。ローラーをね回すんでその部分の負荷がちょっとかかってるんで、ちょっとね実走感と違うんだけど、まあこれはねもう割り切ってこのペースだとこのぐらいだなっていう感じのを自分で作っていった方がいいかなと思います。10秒ぐらいまではねいけるんだけど、もうそっからほら呼吸が、走り終わってからも若干ちょっと心拍が上がるんですね。ちょっと面白いですねこれもね。一応キャプテンの最大心拍が180ぐらいかなっていう感じなんでね、まだ最大心拍まではねさすがにレペティションだと上がらないっていう感じですね。ほんとねレペティションはね糖を使うね動き、糖を使って体をね動かすんでね、どっちかっていうと走ってる時よりも走り終わった後に、ね、酸素を、ね、すごい使います。まあ一応それが酸素尺っていうねメカニズムです、ね。まあ、調べてみると面白いかもしれないですね。さあちょっとねスピード出てますね、はい。でこの辺りからねきついですよ、ほらねスピード落ちてきた。ちょっとここでね一回ムチを入れて、はい、上げたい、はい。レペティションはね本当にフォームもね矯正もなるんで、がむしゃらにならずになるべくきつくねえよみたいな顔して、ね、走り切るのがいいです。あちょっとねここきついね5本目ね。あ
あいつが5本目きつかった。酸素が足りない、本当にきつい。ちょっとね、眩しいんだよね、絞りをね、開いてますね。マジでね、喋れない、ほんと喋ったらやばい、持ってかれる。次で6本、ちょっと太いね。30ぐらいまでね、落ちる感じかな、歩いてると汗を拭いてね。あれはね、あのミスドの福袋でもらったポケモン食べます。さあ行くよ、3本目。一応2セットっていう感じでね、やります。6本を1セットとして、いいね、ちょっと気合が入った感じがありますね。あと10秒、まず10秒、10秒耐える。あれね、この辺からちょっとペース下がってくるんだよね。あ、なんか足の動きが悪い感じもあるけど、あ、いいね、今回キープしてる。左手がね、あんま動いてないのが気になるけど、あー、さあ、キスが来た、キスが来た、ギリギリ20キロ保つ。いいね、残り10秒。ここら辺からね、もうなんかね、がむしゃらになって体を動かしたい感じがあるんだけどね。もうキープ、キープでフォーム崩さず。あ、6本あった、1セット終わりました。まあ、なんだけどこのまま行くんでね、はい。さすがにもうなんか歩けなくなってきましたね。やっぱちょっと走り終わった後、若干まだね、心拍が若干上がる感じがありますね。これもなんか面白いね。あの、本当糖を使うペースなんで、レペティションはあんまり酸素は使わないです。インターバルとかだとね、VO2 マックス付近まで。はい、486いきます。最大酸素を、ね、取り込む体になるんで、走り終わった後多分ね、最大酸素摂取量付近まで行くんじゃないかな。そのまま、使ったエネルギーをね、酸素を用いた回路で補うっていうのがね、酸素尺です。なんでほぼ無酸素で40秒走って、まあ、若干酸素も使うんですけど、その後で有酸素運動に切り替わってエネルギーを元に戻すっていうメカニズムが働いているみたいです。さあ、もう140ぐらいですね、下がっても。さあ7本目、初めちょっとね、空元気でね、スピード出ちゃいます。いいね、ちょっとキープしてるね。あー、やっぱ 10秒超えてくるとね、きつくなってくるんだよね。あ、今ね、糖をね、いっぱい使ってますよ。はい、あー、ペース下がってきた。さあ、ここでもう一回上げて、あ、いいね、いいね、上がってきた。ちょっと左腕が気になるね。目の前に、ね、モニターがあるんでね、それを見ながらやってます。おお、167まで走り終わってから一気に上がるね。いや、本当に歩いた方がいいんだけどね。歩けないんだよね、もう。やっぱ軽めにね、運動した方がね、あの、糖を使ってエネルギーとして使えなかったものがね、乳酸として血液中に回っていくんで、それをね、なんかこう除去するためにもね、動いた方がいいらしいです。まだ8本目ですね、次。さあ8本目、ピゴー。さあ、ここら辺からね、きつくなってくるよ。あきつい、これはきつい。スピードがちょっと上半身がね、初めと比べてね、ブレてる感はありますね。さあ、ここからもうね、残りね、10秒からがね、長いんだよ。でもね、なんかイメージ的にはなんか最後トラックのホームストレートを走るイメージで走ってます。だからなんか目標物を頭の中でね、こうイメージして走る歩けない、本当に。
でね、心拍計もね、今ガーミンのやつつけてるんだけど、やっぱね、あんまセンサー的にね、やっぱ腕だとね、難しいんだろうなと思って、上腕につける心拍センサーを使ってます。これはね、光学式で同じような仕組みなんだけど、やっぱ腕、上腕の方がね、多分センサー的にもね、すごくいいんだろうなっていうのがあります。いや、センサーつけてるのね、精度が悪かったらね、マジで意味ないからね、ノイズしかないから。だからちょっと最近はこういった正確に測れるようなやつを使うようにしてます。さあ、次9本目。これ終わったらちょっとね、楽になってくるかな。チェック！福田さんが終わります。さあ、145からスタート。いいね。はい。さあ、ちょっと今回フォームがいいんじゃないですかね。でもなんか若干やっぱ肩がね、こう触れてる感じがありますね。さあ、酸素濃度もね、14% で、3200m。自分で消費してるね、しょうがないですけど。うん。いいね。粘ってる粘ってる、20kg キープしてる。さあ、残り10秒、切りました。さあ、でもがむしゃらにならないっていうのは、ね、本当すごい肝に銘じてやってます。自分のきつさをね、受け止める。がむしゃらになって走ってバーってやるともうなんかうやむやになるんで、きつさをね、受け入れて、フォームを崩さないように走るっていうのが大事なんじゃないかなと思っております。20秒ぐらい完全に休んで歩き始める。まあね、このペースでね、外走るのはね、足腰結構負担がくるんでね、これはね、すごいいいと思うね、キャプテン的に。しかもね、低酸素なんで、別の刺激も入ってます。さあ、行くよ。はい、ゴール、はい、10本目。これ終わったら楽になる。あー、ちょっとこれ、きついか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 。さあ、10秒。ここら辺からだよ、ここら辺から。さあ、粘ってる、粘ってる、粘ってる。あ、ちょっとでもね、こうなんかね、気を抜くとね、落ちちゃうな。あー、もうダメだね。19キロ。さあ、残り20秒でね、気合を入れ直して。ちょっとやっぱフォームがね、初めと比べて、触れてる感もあるね。がむしゃらにならないようにっていうのね、本当にやってます。でもね、この足音、タン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 っていうのもね、スピードのね、感覚としてもあるんで、一定のリズムの走るのが大事だと思います。168まで上がりましたね。いや、マジできついからね、これ。一緒にね、他の会員の方ともね、やったんですけどね。きつい。きつい。でね、キャプテン結構もう、酸素、低酸素でね、走ってるんで、慣れてきてるんだけど、ほんと慣れないとね、きつい。って吸っても、なんか体中に何か足りない感じがありますね。ほんとね、一回体験してほしいです、これは。さあ、これ終わったらね、もう残り1本なんで、さあ気合い入れて最後までしっかりがむしゃらに行こう。いいね、20キロいった。で、こっからだよ、こっから。あー、もうやばい。うん。さあ、ちょっとね、気合い入れ直してね、行きましたから。あー、20キロ、そう、スピードとね、もうにらめっこ。早く時間が過ぎれと。いいね、ちょっと音が変わったね。さあ、ラスト10秒。10秒、ほんとがむしゃらにならないように。がむしゃらにならないように。なんかちょっとフォームが上ずってる感じがありますね。まあ、でも次がラストなんで、やっとたどり着いた。賞味ね、40秒で、間2分で12本なんで、まあ、30分ぐらいかな、結局。まあでも時間はかかりますね。走ってる時間よりも休んでる時間の方が、ね、長いっていうのがレペティションの特徴。本当にしっかり休憩して、次をね、しっかりいいフォームで走るっていうのがね、レペティションの目的です。いや、本当ね、おすすめ。やっぱね、体動かすと気持ちいいよ、思いっきり。で、どんどんね、スピードが出るようなフォームにね、自然となっていくんで。はい、さあ、ラスト、気合を入れ直していきましょう。
行くよ。行く。すいませんね。声がうるさくて。さあラスト。ラストもねもうがむしゃらにならないずにね。しっかりと走ります。いや どうなんだろうね、他の人のフォームここで見てみたいね。タゴさんのフォームとかね。さあラスト10秒。でも、ね、ラストも特に上げることもなく、もうきつさと向き合ってフォームを崩さずに最後まで。はい、お疲れ様でした。もうね、初めはね、もう本当この中にいるのがきつくて終わった後、外出てましたね、バッ。結局ね、標高も3200mになってました。いや、ほんときついよ、マジで。お疲れ様でした。なんとか20付近で、うん、いけたね、なんとかできたかなって感じです。まあ、あの自走式トレッドミルなんで、実際のね、うん、外走るスピードとはちょっと出にくくなってます、スピードが。なんだけどこういったね、結構頑張るペースだと電動式だと一定になっちゃうんでね、これ自分で調節できないっていうのがあるんで。これ本当自走式のトレッドミル、本当トレッドミル、自走式のトレッドミルでレベッチョンやるのはすごいありだと思います。今血中酸素濃度が84%。 平地じゃ出ないよこれは。ちょっとじゃあゆっくり歩きながら体慣らして終わります。まあ、32分だ。でもねこれきついけどね、本当にね、効くよ、効くね。やっぱり思いっきり走るのってね楽しいしね、あのトレッドミルだと足に負担がかからずにスピードも出せれて、足に優しい。低酸素だと心配ね。さらにね、今糖を使って動いてるんだけど、その糖を使ってねミトコンドリアがまた活性化されるんで、それもねいい練習だと思います。マジでレペティション市民ランナーにおすすめです。新しい刺激っていうのが、ね、はい、大事だと思います。ちょっとこんな感じでね、低酸素のポイント練習も取り入れながら、また自分のねベストを超えていけるように、うん、ちょっとね頑張りたいと思います。頑張りたいね、また。まあ、まずは体重かな、ぽっちゃり感が。お疲れ様でした。よかったらね、あの低酸素ルーム、低酸素ジム、ランニングファクトリーね、米子法華大関の近くにあるんで、ちょっと、はい、ぜひとも興味ある人は一緒に走りましょう。あと紹介制度もあるんで、すで、はい、に入会されている方、ちょっとツイッターとかで調べてもらって、紹介コードもらって入会してもらえるとね、お互いお得な仕組みもあるんで、ぜひともよろしくお願いします。いや、きつかった。まだ待ってます。83、一緒に練習しましょう。83だね、全然元戻んない。じゃあお疲れでした。ちょっとフォーム比べ、あー、やっぱちょっと上半身がブレてる感じがあるかね。上下にブレてるのかな。なんか足のもなんかね、足の回転もぎこちない感じが、だいたいね同じぐらいの、ね、スピードだったね、2本目と12本目が、はい、あ、ちょっと左腕も若干12本目だとね震えてる感じがありましたね。なんか、うん、足の回転がぎこちない感じがありますね、12本目は。まあしょうがないかな、はい、ちょっとこんな感じでレペティションやるのすごいおすすめなんで、あの興味がある方一緒にレペティションやりましょう、はい、やりましょう、一緒にやろうね、頼みます、はい。じゃあまた頑張ります。バイバイ。